私が韓国にオーディションを受けるってなった時は、はい、現役の高校生で普通の学校に通ってたので親にはすごい心配されました。いやそうですよね、私が10期になった時は、がっつり男社会って感じだったんですけど、そこまで女性がいないって知らなかったです。魔法の食事、焼肉。初対面の2人が焼肉を楽しみながらレアなトークをお届け。今回レアトークをするのは全く異なる人生のこのお二人。異業種の2人はどんなトークを繰り広げるのか。レア焼きトークバラエティ、初回はお肉で。今身長どうですか？いやちょっと緊張してます。緊張してます、はい、普段言えば、はい、ちょっと気象やってるので、はい、観客がいっぱいいるじゃないですか。そうですよね。と比べてなんか緊張とか気持ちがすか？いや もちろん競馬の時も緊張するんですけど、なんかこう別の意味ですごい緊張しますね。なんか初対面の方とかで話すとかっていつも緊張されますか？そうですね、割とちょっと人見知りな方なので緊張はしますね、はい、ちなみになんか馬さんってどういう印象なのか？いやもう本当にすごい可愛らしくてキラキラされてるなって思ってるのと、まあ、あとは、ね、韓国に行ってらっしゃったりとかすごくいろんなことを経験されてきただろうなって思うので、いろいろ聞いてみたいなって思います。なるほど、はい、今日どうですか、はい、今の心境は？そうですね、まあすごく焼肉食べれるの楽しみなんですけど、あとは藤田さんとかとはお話しする機会って多分あまりないなかったですし、こうスポーツ選手とこう関わる機会っていうのはそんなに、ないと思うので、すごく貴重なお話を聞けるんじゃないかなってことで楽しみです。なんかこれ聞いてみたいみたいなのありますか？でもそれこそスポーツ選手の方って食事管理とか徹底されてると思うので、焼肉とか行かれるのかとか、あとは夢を目指すきっかけとか何だったんだろうっていうちょっと単純なことも聞きたいなって思います。確かにそうですね、はい、今なんか緊張とかされてますか？もう楽しみな気持ちでしかなくて全然今緊張してないです。よかったです。はい、こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして、本田ひとみです。よろしくお願いします。藤田ののこです。よろしくお願いします。お願いします。うわー嬉しい。焼肉よく食べますか？焼肉最近すごく好きで、自分でお店とか探して行ったり。あ、そうなんですね。普段は焼肉とか行かれますか？焼肉はい、食べます。本当ですか？はい、いっぱい食べますか？そんなに食べれないですか？あ、そうなんですね。いやいや、でも、はい、食べます、たくさん食べます。今こう実際初めてお会いしてすごく美しくて、なんか、はい、いやいやいや、さっきまで全然緊張してなかったんですけど、はい、なんかめっちゃ緊張してきちゃいました。こっちのセリフですよ。いや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 、じゃあそろそろちょっと早速ですけど注文しますか？はい、そうですね。で、飲み物から。あ、飲み物、はい、そうですか、はい、失礼します。本日はご来店いただきありがとうございます。ありがとうございます。当店は一流のお肉を取り揃えているんですが、はい、当店のお支払いは現金ではなくて熱々のトーク払いになります。食べたいお肉をこちらから選んでいただいて、はい、選んでいただいたお肉からトークテーマを発表します。なるほど、はい、いいお肉ほどちょっぴり答えづらい質問になっておりますので、わかりました。ぜひレア焼きトークしちゃってください。わかりました。お酒って飲まれるんですか？普段はそんな飲まないんですけど、飲みますか？私はでもこういうとこ来たら飲んだりしますけど。あ、そうですね。でも普段は私もあんまりそんなに飲まないです。どうされます？どうしようかな。どうしようかな。合わせます。いや、ちょっと合わせようと思ってたのに。そう、合わせようと思ってたのに。レモンサワーとかでもいいですか？全然、私も好きです。本当ですか？はい。生レモンサワーで。はい、かしこまりました。お願いします。それではお待ちする間に、私からどうしても聞きたい質問があるので、それについてトークをしてもらっていても大丈夫ですか？はい、もちろんです。お互いどんな印象がありますか？どんな印象か。いやもう本当にパッて見た時からすごい白くて、いやすごいキラキラしてるし、やっぱこうねアイドルとして活動されてるのもあのねテレビとかで見てたので、やっぱあ本物だっていう感じです。私は今第一印象としては、
もう女優さんっていう感じのもうビジュアルで、いつもはきっとあのストイックに練習とか、まあトレーニングとかされてると思うんですけど、女としての美しさが今本当に輝いていて、なんか緊張します、はい、私単純に気になったことあるんですけど、普段はあのやっぱり体重とかありますよね、制限。そうですね、なんかこう競馬は決められた重量で乗らなきゃいけないので、まあそれを超えないようにっていうのは気をつけなきゃいけないんですけど、あの私はそんなにこう体重余裕がある方なので。そうなんです、はい、普段からオーバーしなければいいって感じ。オーバーしなければ大丈夫です。そうなんですね、はい、じゃあ焼肉も別にご褒美とか我慢で我慢するとかない？我慢するとかないですね。結構普段からしっかり食べてます。食事すごい気をつけてらっしゃいますか？私はいや、でも全然こだわりはありますけど。あ、そうなんですね。なんかそうだな、でも好きなものは割と食べてるかもしれない。あ、そうなんですね、はい、お来ましたね。ありがとうございます。では、はい、乾杯。乾杯。おお、生ですね。最高ですね。生絞りっぽい感じが、ね、早速、はい、頼んじゃいます ね。 あ、そうですね。何が好きですか？いや、何でも好きです。本当ですか？何でも好きです。私は、はい、でもお肉だったら、はい、タン塩がめちゃめちゃ好き。分かりますよ ね。 ね。そう、でもなんかやっぱり一応ベジファーストでサラダいっときます。サラダ、ね、黒と赤サラダって気になるので。すいません、黒と赤サラダをお願いしたいです。はい、かしこまりました、はい、では黒と赤のサラダのトークテーマはこちら、はい、お二人がアイドル、騎手をそれぞれ目指したきっかけは？お、きっかけ何ですか？きっかけは、私は小学校の1年生から6年生までプロバスケットボールチームのチアをやってて。あ、そうなんですね、はい、それですごく踊ることが好きで、であとは、まあ、昔からカラオケ行ったりとか歌うことが好きだったので、自分の好きなことをこうお仕事に、お仕事って言い方あれですけど、何か与えられる職ってすごく素敵だなって思って、なんか AKB がめちゃめちゃもともと超絶ファンだったとかじゃなかったんですけど、でも夢に近づくために応募したっていうのが聞いてます。何歳ぐらいの頃に応募したんですか？12歳。はい、なので今10年目です。10年目ですか？今20になったの。22で。馬との出会いとか、その、そうですね、はい、私は小学校6年生ぐらいの時にこうテレビで競馬を見て、競馬ってすごいかっこいいなって思って、馬に乗ってみたいって思って、はい、そこからこう馬に乗るようになって、そうですね、こう騎手になりたいって思うようになりました。かっこいいですもんね。だって、おいしそう。めっちゃおいしそう。じゃ食べながらお話しましょう。はい、いただきます。いただきます。お馬さんといる時間、うん、結構長いですか？そしたらもう小学校6年生の時からずっと馬に乗ってきたんだよ。馬に乗ってるっていう意味では14年ぐらいですかね。女性の騎手って少ないじゃないですか、うん、ね、どうですか？なんか私がジョッキーになった時は、うん、その前はいなかった、なんかこう間が空いてたんですけど、うん、今はこう後輩で、まあ、私以外に5人女性騎手がいるんですけど、少しずつ今増えていってる段階で、そうですね、がっつり男社会って感じだったんですけど、今はこう馬を世話する厩務員さんとかも女性の方が少しずつ増えてきてて、なんかこう変わっていってるのかなっていう感じはします。男性の方がそういう騎手さんってイメージありますけど、でもそれでもかっこいいから自分も、ね、目指したいと思ったのがすごいですよね。そうです、だから知らなくて、うん、そこまで。あ、そうなんですね。馬に乗りたいっていうだけでジョッキーを目指したんですけど、そこまで女性がいないって知らなかったです。そうなんですね。そうですね。憧れの騎手の方とかいらっしゃいますか？武豊さんとかは、多分競馬を知らない方でも、はい、知ってるような素晴らしい方で、もう私が目指してた頃から今でももちろんずっとすごい尊敬する方ですし、あとは川田ジョッキーっていう先輩がいるんですけど、本当いろいろ教えてくださって、すごく
尊敬してますね。アイドルを目指すってなって、はいはい、例えば周りの人から、はい、こう反対とかされたりしなかったですか？でも反対っていうよりも心配されました。あ、そうなんですね。最初は大丈夫なのって、うん、加入当初は特にそういう心配じゃ済まされなかったんですけど、うん、私が韓国にオーディションを受けるってなった時は、はいはい、親にはすごい心配されました。いや、そうですよね、うん、韓国語もわかんないし、現役の高校生で普通の学校に通ってたので、なんかそれもどうするのとか、確かにそうです、ね、いろいろあったんですけど、でもなんかやってみなきゃわかんないなと思って。いや、すごいですよね。いやいやいや、やっぱそこで一歩踏み出すのってすごい大変というか難しいことだと思うんですよね。そこは子供だったからこそそういう心配が逆に、なんかあんまり自分自身はなかったのかなって。なんか勢いって大事だなって思う。いや、でもそれは確かに大事かもしれないですね。韓国行って言葉も分かんないわけじゃないですか、はい、大変じゃなかったですか？めちゃめちゃ大変でした。いや、そうですよ、ね、なんかもうラジオ番組とか声でしか伝えられないから、本当に表情とかジェスチャーじゃ、そうですよ、ね、どうもならなかったので、それは結構しんどかったです。どうやって勉強したんですか、韓国語とか？でも自分でもしましたし、うん、周りのメンバーが教えてくれたのも一番、身についたなと思うんですけど、あとは韓国ドラマとかを韓国語の字幕で読むとか、あと単語を覚えるときにはなんか目の前にあったら気になるもの、例えばお皿とかって韓国語でなんて言うんだろうとか、でそこで徐々に覚えていくんですよ。ちなみになんか韓国とか韓国語とかって興味ありますか？韓国語はちょっとわかんないんですけど、はい、韓国は本当に行きたくて。あ、行かれたことないですか？行ったことないんですけど、なんかこう、うん、韓国語とか勉強してて、はいはい、一番最初に喋れるようになった韓国語って何だと思いますか？ケンチャだよってずっと、なんか大丈夫っていうのとか。わかるかも。それだったら。そうですか。あと、チンチャヨっていう、本当ですかっていうのがあるんですけど、それってめちゃめちゃ便利なんですよ。何か言われた時も全部本当ですかって返したら、確かに日本語でも結構本当ですかって言いますもんね。そう、結構いけますよね、会話が。何でもいけ。そう、結構その幅が広がるので便利ですよ。思います。はい。韓国とかでこう流行ったりしてるなんか若者言葉みたいなのあるんですか？若者言葉でもすぐ流行りがコロコロ変わるから。そうですよね。そうなんですよね。言葉は分かんないんですけど、物とか食べ物だったら、韓国式のドーナツみたいなの食べたことありますか？ないです。どんな感じなんですか？なんかクリームがめちゃめちゃ入ってる、なんかエンジェルクリームみたいな別のいろんな味のがあったりするんですけど、それもすごい美味しいし、あとはヤッカっていう、ヤッカ、うわ説明むず韓国の伝統お菓子ではあるんですけど、とっても美味しいのがあります。でも食べた瞬間に、あ、カロリーって感じ。あ、カロリー。そう、カロリー食べてるなって感じ。そう、でも美味しいものってやっぱそうなりますよね。いや、そうですね、うん、それはもうしょうがない。そう、なんかもし私が今度韓国行こうと思ったら、はい、なんか向こうで受けるよみたいな韓国語ってありますか？韓国語でも、知っといた方がいい言葉としては、ヨンスジュンチュセヨっていうと、ヨンスジュンチュセヨ、はい、よしょくださいって大体あの韓国人の子も日本に来たらみんな領収書くださいっていうのを大体覚えてきてるんですよ。あ、そうなんですね。なんでそんな言葉知ってんのって思うんですけどなんかそれが結構大事そうなので。確かになんかそれ、それはもう領収書めっちゃ大事だと思うね。あとは韓国語そんな分かんない人でもその言葉知ってたらなんかすごいってなると思うから確かに覚えます、はい、それも覚えますデビュー当初は、まあ、中1だったので周りに迷惑かけるようなもう健康なタイプの子でやっぱ女だからみたいな感じですごい言われたりもして、競馬学校の3年間本当に嫌なんですよ。あまり思い出したくない3年間、